の衣装合わせ楽しみだな。けどもうパスパレ終わるって言ってたのに、なんで衣装を作ったんだろう。曲や衣装を作った後に方針が変わっちゃったみたいですね。スタッフさんの計画性はさておき、新しい衣装でステージに立てるのは嬉しいわね。はい、今回はどんな衣装なんでしょうか。早く着てみたいです。違う感じがします。ショートパンツの衣装って私たちにしては珍しいわね。それにレザーの質感も新鮮だわ。あ、そうだ、今日はフィッティングだもん。ちゃんと着心地確かめなくっちゃ。自分もついつい浮かれちゃってました。こういうこと前にもなかった？なんか懐かしいな。バンドが結成されてすぐの頃のことだよね。あの時用意していただいた衣装、私たちまだ着てます。いろいろ大変なことがあって活動をお休みしていたこともありましたけど、でもまだ着ています。だからこの衣装も私たちでずっとずっと着られるように頑張りたいです。そうね、大切に着ましょう。すみません、脇のところが少し緩いので詰めていただけますか。それから、お疲れ様でした。何人招待できるんでしょうか。なりましたから。さとちゃんは決めてる？私はカノンを誘おうと思っているの。いつも見に来たいと言ってくれていたから。カオルさんは誘わないんですか？どうしようかしら、枠があるならいいけど。枠はいっぱいあるって言ってたから大丈夫だよ。ひなちゃんはさよちゃん誘うんだよね。そのつもり。けど姉ちゃん忙しいから。今までも来てくれなかったんだ。次は来てくれるといいんだけど。さよちゃんきっと来てくれると思うよ。私同じクラスだし行っておこうか。ううん、いいよ。私からちゃんと誘いたいから。早速連絡しよっと。来てくれますように。イブちゃん、つぐみちゃんだけじゃなくてアフターグローのみんな招待しようよ。曲の件とかいっぱいいっぱい助けてもらったし。素敵ですね。私たちの夜聞いてもらいましょう。ランちゃんに悪くないって言ってもらえるようにライブ頑張らないとね。うん、ランちゃんみたいにかっこよく歌えるように。本番まであと少しだけど、みんな頑張ろう。お姉ちゃんからだ。は
ひなちゃん、どうかしたの？ライブ、お姉ちゃん来てくれるんだって。よかったじゃない。それじゃ、なおさらいいところ見せないとね。あのね、昔だったらお姉ちゃん、きっとライブ来てくれなかったと思う。お姉ちゃんと昔みたいに仲良くなりたいってずっと思ってたんだけど、それって昔の私じゃ無理で、願い事みたいなものだったんだよ。だけどパスパレに入って、お姉ちゃんはロゼリアに入って、私もお姉ちゃんも変わった。不可能を可能にしようってお互いに頑張った。そしたらライブにまで来てくれるようになった。これってイブちゃんが言ってた夢と目標はつながってるって話みたいだなって。もしかするとさ、私も夢とか目標とか持てるのかも。バンドに入って一番変わったのは私かもしれないって思っていたんだけど、もしかすると一番変わったのはひなちゃんかもしれないわね。そうかな。私は千里ちゃんだと思うけど。